をお願いいたします。団旗が授与されました。どうぞ正面をお向きください。皆様盛大な拍手をお願いいたします。東京2020パラリンピック競技大会日本代表選手団結団式を開催するにあたり、まずはまだ収束しないこのコロナ禍において国民の命を守るためにご尽力いただいている医療従事者、介護従事者の皆様に選手団を代表して心からの感謝を申し上げます。東京パラリンピックに出場する我々日本代表選手団の勇気と覚悟を持って全力で戦い抜くことをここに誓います。日本の皆様にはぜひ東京2020パラリンピック競技大会の日本代表にもご声援をいただきますようよろしくお願い申し上げます。また障害のあるなしに関わらず日本のたくさんの子どもたちにパラスポーツを見てもらい人間の無限の可能性を感じてもらえることを願っています。最後に1年の延期となりましたが東京2020パラリンピック競技大会を開催していただくためにご尽力いただいているすべての関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。